こんにちは、ブルーホースです。本日も、ビヨンド・トゥー・ソウルズやっていきましょう。今回は、なんか、大使館っていうパートになるのかな？多分、一番明るくなっているところが、そうだと思うんですが、前回、実験というパートをやってね、小さい女の子が、幽体離脱をして、まあ、様々ないたずらをしてね、キャサリンにとんでもない目を合わせるっていうパートだったんですが、ちょっとね、面白がってやっちゃいましたが、とりあえず、でも、あれでもキャサリンに危害を加えないプラス、実験を止めたっていうことで、悪くない結末を迎えられたんじゃないかなと思いますね。相変わらず、このコンピューター、ソニーコンピューターテイメントの感じでね、マルチエンディングを迎えられるっていうような感じなのかな。まあ、僕は優しい人間なんでね、おーっといきなりおしゃれな感じでドレスを見て。なかなかセクシーだね。このドレス最悪。なんで？似合ってるよ。着てくればよかった。他の黒も似合ってる。ドレスは完璧だし。あ、完璧だし。綺麗だよ。綺麗だよ。わお、イケメン。じゃあプラン B。問題が起きたらどうする？そうそう、プラン A って何？どうもできない。どうもできないな。だろうと思ったけど、念のため。おお。重要なのは自然な振る舞い。話しかけられたら笑顔だぞ。にっか。私に自然に振る舞ってほしいのに私が笑顔。おお。珍しく冗談か。アメリカンジョー。だ緊張してるの。あら、そう。ライアン、よく来てくれたね。ハイスクールミュージカルのイケメンキャラと同じじゃないですか、ライアン。さすが、やっぱイケメンはみんなライアンって名前になるんですね。エリザベス。アメリカの外交どうも、スワンでございます。有効的になったのかね。はじめまして、エリザベス。どうも、私には夫でウィルターナーっていう人がいるの。また後ほど。そうだな、ライアン。おう。じゃあ行こうか。おい、あの女、必ずボロリをする。見逃すんじゃないよ。はい、わかりました。シャッターチャンスは逃しません。それは感激。ほらほらほら、見てる見てる。いいか、シャッターチャンス、わかりましたって。でも私、今、スマホの充電が残り 2% なんです。なに？早く乾電池で何とかせえ。あ、絶対このエリザベスっての操作するんだ。静かな場所を探そう。静かな場所を。でもちょっとその前に音楽聞きたいね。何これ、アラブ首長国連邦かなんかに来てるのかな。うん。ちゃんちゃんちゃ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 。ええ、ちょっと待って、急にピタって止まってん。 Why？ エリザベスが何。あ、ちょっと待って、臭かったエリザベス、まさかの。こっち登ろうとするとなんか言われるから。すみません、ここは立ち入り禁止です。職員しか入れませんよ。あ、わかりました。なんか声と格好のバランスが合ってませんが、大丈夫ですか？あ、なんかジェームズ・ボンドみたいなのがいる。クレイトン。大丈夫か？大丈夫か？はい。うん。何一人ごと言ってるんだよ。ただ。エイデンが緊張してるけど。エイデン？あ、え？まさかエリザベスってジョディ？平気。出す。わかった。いいけど。はいよ。とりあえずじゃあ静かな場所って言ってたんで、お手洗いに行きたいと思います。右が男性、左が女性なのかな？じゃあ、ちょっと用を足していきます。あ、めっちゃ疑われてる。なぜ？お手洗いくらい誰だって行くさ。私、この姿大丈夫かしら？セクシーかしら？大丈夫だよ。セクシーだ。美しいよ。バイエン？バイオエン？それとも、私のドレス、バイエンって。あ、ほか。その、じわっと開けて。ちょ、待って、開けて。そう。あれ？あ、カチャッ閉めたね、ちゃんとね。で、何、ここに座る？お座り。まあ、落ち着いて、落ち着いて。そんな慌てるようなことはないですよ。で、紙を出して。エイデン、準備はいい？おう、準備いいですよ。部屋に大きな絵がかかってる。はい。金庫はその裏。私たちが探している資料はその中。はい。でもガードもいるし、カメラもあるから気をつけて。わ、はい、かりました。エイデン？タブ。ああ、また魂が抜けちゃった。じゃあ行ってこいまーす。おお、人がいなくなってる。あれ？
人がいなくなってるぞ。急いで。急いで。上に移動。離れすぎると体のあちこちが痛い。ああ、そうなの。やっぱり魂だからか。で、スペースを押すと上に移動で、シフトを押すと下に移動と。オッケーオッケー。この絵は、なんか、3つの規律言ってきそうだね。なんだっけ？なんか、忠実となんちゃらとなんちゃら。あれ、魂？クリック。長押しで。ああ、そういうことか。え？どうしたどうした？おー、なんか乗っ取ったぞ。気をつけて、エイデン。憑依してるときは他の人に触っちゃダメだ。あ、了解です。覗くだけ。で、覗くだけ。あ、ちょっと、覗く。これ、だから憑依。なんか誰かやらしいことしてないかな。やらしいことしてないね。これなんか抜けれないのかな。ああ、なんかめんどくさいことになっちゃったな。このおじさん誰だ。他の人に触れちゃダメよ。他の人に触れちゃダメだけど、ドア開けます。慎重に、バレないように。覗きます。特に何もない。なんかトイレっぽかったね。え？どこに、2階のなんちゃらかんちゃらみたいなこと言ってたよね。あいつ急に持ち場離れて何してるんだとかって言われてそうだね。1。覗くだけか。ん？ゆっくりしてる場合じゃないでしょ。あ、すいません。すいません。オフィスを探して。オフィス。2階の部屋、肖像画のある部屋だよ。どの部屋かわかんない。ガイドとそれから監視カメラに気をつけて。今のうち。なんだ？なんか急に気持ちよくなったぞ。ちょっと待って。何をしたらいいんだ？なんか全然違う部屋に来た。よくわかんない。ああ、これかさっき覗いてた部屋。ああ、チューしたら痛そうな唇してますね。ああ、はいはい。オフィス。肖像画がある。肖像画がある。おここだ。バッチ。なんだ？あ、バレた。先にガードの気をそらさないと。ガードの気をそらす。なんだ。あった。これよ。あれ？これをパリー、ああ、そういうことか。今のうち。いや、ハッピー。ハッピーって。幸せって。これで、オッケー。これでオフィスは誰にも見られてないはず。何をしたのか、何が起こったのか、さっぱり分かってないんだけど、大丈夫なのかな。あ、さっき憑依した人。こっちも憑依できたのかな、もしかして。まあいいや。オフィス、でもなんかこの物々しい感じ、これがオフィスなんだろうな。入ります。で、何これ？何これ？新しいボーナスをアンロック。なんだ？なんか、より物々しくなった感じがするけど、気のせいかな？ホールド、あ、これか！この A のこと言ってたのか。さっき何の話か全然分かってなかったけど、これか。あー、中身を直接覗けないのに。スイッチ。あー、あった。あ、了解了解。探してます、エイデン。早速あったよ。エイデン優秀！なるほど。で、右だった右の絵がある。あー、いたんだな。さあ、そっと金庫を開けてみて。さあ、そっと金庫を開けてみてて。注意？あれ？あ、ちょ、開かない。もう一回、試す。おー、慎重、よし。で、資料を読まないと。急いで。もちろん。そろそろ限界だから。何それは、鼻血が止まらなくなっちゃう？急がないといけない。ホールド。なんかすごい絵だな、これ。なかなかちょっと見るに耐えないっすよ。ワイルド。何も見てないのにあれだね。何これ、ホラー映画か何かかな。まあ、トゥーソウルズでも魂だもんね。魂。
かセクシーな格好に似合わないことが起こってるのがあれだね。大丈夫？あ、やばい。バレる。派手な格好してるヌア。赤いドレス。何をしてるの？持ち場を離れるんじゃないって言ったでしょ。さっさと戻りなさい。いいからすぐに。いやいやいや、だってさ、エロい女の人がさ、分かりましたよ、しぶ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 。まったくあの人にも困ったものもすぐに持ち場を。あ、バレた。誰？なんだ？わあ、せっかく書いた資料取られた。やばいんじゃない？これ。え、これ仲間もしかして？それとも敵どっち？ごめんなさい。え？今は何もしてあげられないの。何かしてってあげてくださいな。頑張ります。エイデン戻ってきた、これ。あ、エイデン戻ってる設定なんだな。ガチャコン。大丈夫か？これ話垂らしたまま行ったらまたバレ、なんかいろいろと絡まれるよね。水で洗えたりするかな。わあ、ちょっと肉のない背中だね。もうちょっとなんとかならなかったのかな。鍛えなきゃダメよ。背中鍛えるのって結構難しいよね。ピアスめっちゃ綺麗だな。淡い色のキラキラしてる宝石系って好きだな。まあ、ブランド物とかあんま興味がなくてあれなんだけど。腕輪もすごいおしゃれだね。そういう統一感あるのか。コバルトブルーってやつかな？ハワイの海で見られそう。さて。特になんか、あれかな。これで、ライアンと、でもライアンじゃなかったな。ライアンは仮の名前だったね。なんて言ってたっけ？触らないで。ジョディって言っちゃったよ。大丈夫？エリザベスじゃなかったの？成長したジョディなんだね。じゃあ時系列なのか、あれって。あ、で、そうか。最後はプロローグっていうところにたどり着くまで頑張るんだ。え、プロローグまでの道のりが長い。そしてあいつ、まだポロリを期待しているぞ。大丈夫か、これ。大使か、ああ、終わったね。あなたと同じ以下のルートを選択した他のプレイヤー。左下に違和感を感じる。なんで二つ任務完了が出てるんだ？まあ、いいや。はい。まあ、パート2は大使館ということで、ちょっと何が起こったかよくわからないんですが、まあ、一旦ね、無事にチャプター2もクリアすることができたということでしたので、ここで終わりたいと思います。まあ、区切りのいいところでね、やっていこうが見るかとしても見やすいかと思いますんで、短いと思いますが、このあたりで。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。